何？え？お金投げてくるらしい今から。あるわ。お前すごいね。ショックの部分取るわ。お願いします。俺が今一番身長高いから。ああ、有利だね。こんな集まってんもん。マジ？じゃ。見てみる。え、じゃあ、はいはい、何もか、やばくない？いくらあるの？これ、いくらやろ？いくら？これ。おマジであれ何本ぐらい、あの色なんやったっけ。それ見たかったよね。見たかった。お金何本ぐらいか見る前に全部取られた。あれさ、ほんま人殺されるよな、思えへん。あの勢いで来たら本当にね、すげえな。まあ一応僕全部ないっすよ。ビビったマジで。いくらかだけ見たかったね。え、いくらかだけ見たかったね。やっぱ衝撃だわ。大事取ったで俺金。でもあの勢いで取るってことは結構まともな単位なんだろうね。思った。怖っ。すげえなこの店。さっきのお金開封してる。すごい、めちゃくちゃすごい。550ぐらいで大体日本円にしたら2500円ぐらいを取ったみたいな感じになる。でもでかいよね、ただのあれだけで2500円って。うん、あれででかい。しかもこっちのあれやから、物価やから、ね、普通に子供たちからしたら2万ぐらいの気持ちになるんじゃん。どうやろ。いや、そうです。いや、そんなもんでしょ。俺らも小学生ぐらいの時やったらそんなんやったんな。2500円なんかもう2万ぐらいやんな。いや、まさにそう、うん、いや、そらあなるわって感じあるね、うんうん、あれもなんかボランティア的なやつなんかな、知らんけど。いや、夜稼いだ金を昼間の子たちにあげるみたいな、うん、そんな感じかな。そうそう、確かにそうや、ね、で、ちっちゃい札は使わんから、うん、お釣り的に。あ、だから巻くんじゃん。なるほどね。あ、多分そうやな。でもああやって喜んでる子たちがおるのはいいことやな。そうだね、いい街だね。めちゃくちゃいい街、うん。
どこの国の井戸が多いねんと。ネバーランド行こうか。